本体部の拡大放射管などが見えるア草ク,クラゲは、ハチムシズ砂のア草ク,クラゲ属に属するクラゲの一種。日本では、太平洋側では、三崎以南、日本海側では、富山湾まで黒潮に乗って広がる。九州西岸では普通に見られるクラゲであり、特に8月頃にアマク草周辺で多く見られることからこの和名が付けられた。傘は、扁平な半球型で、 直径は6から10センチメートルほど。傘の表面に四方を含む多数の消突器があり、数列をなし、放射状に並ぶ。全体に淡紅色を帯び、おきくらげに似る。傘の円は32用の円弁に分かれ、円弁の間にはそれぞれ16個の間隔器と16本の触手が交互に配置する。放射管は32本あり、分子がない。 口腕は4本で、その中央に口がある。生殖腺は、間軸にあって、馬蹄型をしており、花びら型に見える。クラゲ色で、多種のクラゲを捕食する。飼育下では、動詞を多数同じ水槽に入れても共食いをせず、別種のクラゲを入れるとすぐに捕食するという。多種を区別することができると見られるが、その方法は未知である。妖精であるポリプは、 鹿児島湾の水深100メートルにある薩摩ハオリムシのコロニーから発見されており、これは本州の妖精が野外で発見された唯一の例である。ポリップはハオリムシの生管の外壁面に付着して発見された。ポリップは無性生殖をするが、その際に側面からストローンを出す。このストローンは基板状を這うのでなく中空に伸び出す特徴があり、これは ハ織リムシのコロニー内で隣の生還に移動するという三次元的な移動を可能にしているものと思われる。ストロビラはモノディスク、つまりポリップの先端部にクラゲになる部分が一つだけ生じ、これが分離する。分離して生じたエフィラは直径約3ミリメートルで明るい褐色を呈し、塩弁は32、16個の間隔器がある。エフィラがクラゲ形になるまでには、 約2ヶ月を要する。司法毒は強く、刺されると強い痛みを感じる。上で述べたように、司法は、触手だけでなく傘にも点在しているため注意が必要。九州では火器に人を悩ますことが多いという。岡田ほか、P236 以下、主として、岡田ほか、P236 西村編長、P64 西村編長、P64 以下、主として、三宅。 リンゼイップ22から23、岡田ほか P236、ありがとうございます。